はい、おはようございます。はい、カモンマテリアル。はい、マテリアルの坂上五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、ということでですね。はい、行ってきましたよ。はい、行ってきました。11月15日、はい、ね、令和2年11月15日長崎の、聖福寺で、はい、こちらですね、坂本龍馬像の半身像が、はい、ついに、建立されました。はい、皆さんご支援いただいて、皆さん本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、もうね、強行軍だったんですけどね、はい、なぜ機材があるんで車で長崎まで12時間ぐらいかな。12時間ぐらいかかりました。はいはい、はい、途中休憩入れながらですけど、はい、はい、で、ですね、向こう着いてからもですね、はい、結構ね、いろいろね、歩いたんですよ。まあ、セッティングやらね、その仕事のことはまあいいんですけど、はい、それ以外のところで、そのこのいろは丸事件談判のお寺だったんで、はいはいはい、それにちなんだ形で、いろは丸事件談判に関わる長崎の土地を歩いて回ろうっていう企画があって、はい、企画があったんですよ、はい、でそれ全員で歩く感じ、まあ、全員でっていうか参加者、はいはいはい、希望者だけっていう感じで行ったんですね、はいはい、で僕とそのスタッフと、はい、まあ、行ったんですけど、はい、たらですね、まあ市内中歩き倒すんで、まあまあな距離歩くんですよ。で1日目ですでに2万歩ぐらい歩いて、2万歩1日で2万歩歩く。どれぐらい時間的には、どれぐらい時間的に言うとね、あれね、はい、2時スタートで、はいはい、終わったのが4時いや5時ぐらいだから3時間ぐらい。まあでも3時間のうち泊まってるところもね、後半の1時間ぐらいは、うん、坂本龍馬を、はい、陰で支えたっていうね、資金的にバックアップしたっていう、はいはいはい、小曽根剣道っていうね、はい、長崎の豪商がいるんですけど、その豪商の子孫の方がいらっしゃって、はい、その方にものすごい掛け軸とかね、そう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 、すごい人が書いた書とかをめっちゃ見せられて、ずっとその話を1時間ぐらいずっと聞いてました。で、怖いことにね、はい、普通の人の3倍ぐらいのスピードで喋らはるから、早い口な、そう、めっちゃ入って、うわー、これがね、わー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 って喋らはるから、多分ね、ついていってんの俺だけなんですよ。でしかも歴史的知識がすごいいるから、周りの人間ポカーンって聞いてるけど、俺一人で「えでもそれってあれじゃないんですか？」とかツッコミ入れてて、ほんだら余計に向こうが乗ってきて、で「うわ」っつって、なんかもうずっと俺に向かって喋ってるみたいな感じになってしまって。でその方は長崎の方、長崎の方、長崎弁っていうのはそんなに気づくの？長崎弁は僕だいぶ慣れてるんで、まあ、多少のあれやったら大体分かるから。いやー、なんかもうとにかくね、思ったことを全部一気に喋るな気すまへんらしくて、これ言うたこれって、もう 目に入ったやつをブワーって脈絡なくうわーって喋らはるから、とりあえず拾うのが大変やったんですよね。そういう気疲れはありましたけどね。はいはいはい、見てないような吉郎さん、ごめんなさい。はい、まあまあまあ、そんなこともありつつ、はい、その後2時間ぐらいは大体歩いてた、歩いてましたね、はい、いろいろ歩いて、2時間歩いたら結構ですね。いやー、だいぶ大変でした、ね、しかも徹夜っていうか、まあ、僕は運転してないんですけど、はいはいはい、僕横に乗ってるだけなんですけど、はい、でも結構ね、ドライバーシートで足をこう出して、はい、倒してても、はい、足下やからやっぱしんどいじゃないですか、はい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 、血戻ってけへんから、はい、うん、で結構それ長時間やってたんで、はい、だいぶ足に来てたんでしょうね。だ余計しんどかったし、あとこの寺、はい、寺っていう言い方もあれですけど、この聖福寺っていうお寺なんですけど、はい、このお寺ですね、はい、このお寺ですね、このお寺がね、ものすごい階段登らないとない、いけないんですよ、境内まで。まあまあの階段登るんですよ、はい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 、でその上に上がってからセッティングやから、しかも機材持って行ってるとか、ね、もうそんなんをやった後にまあ歩いてるわけですよ、はい、長崎ってやっぱり坂道多いんですよ。めちゃくちゃ坂道多いですね。坂だらけです。もうだからこのお寺も坂の上にあります。はいはいはい、はいはい、だまあまあそういうところをまあガーッとアップダウンを歩き倒しての話なんで、なかなかしんどかったんですけど、2日目が終わってからで式があって、式終わってからまだ歩く、またいろんなとこ行ってみたいな。で飲みに行くのも歩いていくんで、中途半端なんですよ、そのバス乗ったりやらなんやらとかすると、だから歩いた方が早いから歩くんですけど、歩くとまあまあ歩くんですよ、はい、ああ、その中途半端ですね、うん、そうそうそう、大体30分ぐらい歩くのが普通なんで、ああ、そうなんですか。そうです。
むっちゃ遠いです、ね、繁華街まで30分やからだいたい歩いていくんですよ、はいはい、その方が早いって言ってみんな、うん、まあそんな感じで、そんな感じの3日間で気がついたら5万5000歩くらい行ってたっていう。歩きましたね。歩きましたね。あの多分ね、500ミリグラムぐらいは、痩せたと思います。はい、10キロぐらい痩せじゃなくて、500ミリぐらい。500グラムぐらい。飲んだしね。はい、まあ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 そんなことよりも、はいはい、あの皆さんのおかげですね、本当にちゃんとあの、ね、立ちまして。で、こういうブックもね、はいはい、あのオールジャパンブックということで、あの日本中の支援してくださった、はい、あのお店とか、施設が掲載されているこういうブックもね、はい、作成させていただいて、配布させていただきましたので、はい、はい、また皆さんの支援していただいた皆さんのお手元に届くかなと思います。はいはい、ありがとうございました。はい、ということでですね、はい、話長くなったんですが、はい、今日もですね、はい、はい、例の企画の、挑戦者が、はい、お待ちいただいてます、ね、なんかね、すごいオーラがあって、はい、もうさっきからもうビシバシこう、なんかビンビンこう、ビンビン来てますね、はい、いう感じなんですけども、はい、はい、ハードル上げたった。はい、ということで、呼んでみたいと思います。はい、はい、加藤さん、お願いします。どうぞ。ハードルを上げていただきありがとうございます。いや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 、もうね、あの柿本さんとはもうね、40何年の付き合い、42年ぐらい、ね、あ、そのぐらいになりますね。はい、もう僕は8歳の時からのお付き合いなので、2年上、うん、ね、はい、そうですね、はい、なので。もう何でしょう、あのどんだけこの顔見てんねんって感じなんですけども、はい、今日はですね、はい、発光流木系塾、はい、発光流木系塾、はい、柿本と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、もう分かってますよね、この、企画の趣旨は。はい、分かっております。あ、さっき説明しましたから大丈夫ですよ。はい、はいはい、それではですね、あの、まあ、この10分間で、はい、まあ喋り倒していただくという感じになりますので、はい、どうぞ頑張ってください。はい、はい、判定人も入って、はい、判定人の方お願いします。はい、怖いなこれ意外と。いや、楽しい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 。はい、はい、まずあの発光流、まあ、まだ、はい、まだあのボタン押してないから、ボタン押してない。はいはい、はい、それでは関門マテリアル、この企画ありかなしかスタート。はい、ちょうどここから、駅で言った2駅ぐらいになるのかな、あの天満橋で、発光流柔術という、武道の道場をやっております。で、この発光流、まあ、もう10年ぐらいになるんですけれども、まあ一つ悩みを言えば、そうですね、やっぱりあまり知られていない、一般的に。例えば柔道って言ったり空手って言ったり、まあ合気道って言ったりしたら、なんとなく浮かぶものが、もう一つ、じゃあそれは何なのだっていうことになるんですけど、どちらかというとその格闘技ではない、競技ではなくて、自分が掴まれたり、あの何か、あの、まあ、危機にあった際に対処できる。それでいて、まあ、年齢で依存しない、例えば体格でも依存しないっていう、あのものだったんですけども、まあただでもそれを今言ったところで分かりませんわ。分かりませんわ。でというわけなので、もうこれはもう関係なく、発光流柔術をなんで面白いと思ったかっていう、ちょっとそんな一つを話してみたいと思います。なるほどなるほど。もともとはですね、あの、まあ、格闘技関係のジムというか、はいはい、あのね、よくご存じとか、そこで、はい、あの、まあ、働いてたわけなんですけども、ね、はい、そうそうそう。でも、あのそこをあの退職して、もだいぶ後なんですけど、今医療機関であるとかいろいろちょっと勤務しまして、でその間にあのちょっと探してたんですよ。もう格闘技とか武道とかやらないと思ってたんです、ね、もうあの生涯の先生は、まあ、一応一人と決めてて、もうそういった以上はやらないもんだろうと思ってたんですよ。ところが、あのどうしてもその日本の武道をやりたいと思った時に、ある武道雑誌の記事で、その発光流柔術、八つの光って書いて発光流柔術っていうのが出てたんですよ。でそれ何かっていうと、短期間で習えると。でもね、やっぱりちょっとでも格闘技とかやってるので、うん、短期間でって言ったって思うわけで、思います。どう思いながら、どちらかというとその興味もあって、探して、
ほんで大阪の、ちょうど堺市の方で、今はちょっとないんですけども、そっちの方でやってるってことで行って、でそこでまあ魅力にはまったという感じです。面白かったんですよね。言ったら腕をつかまれる、まあ襟首をつかまれるっていうところから限定した形でやるんですけども、その時に実際年を取ってもやれるって言っても、やっぱり本当にとか思うわけですよね。でもやっぱりどっかでそれをそういうのは信じたい、ロマンはある。年を取っても若いもんにね、格闘技とかやってる人とかみんなそうなんですよ。若いもんにね、おいつまでお前ら若いのとか、若いのって言いたいわけですよ。言いたいわけですよ。でそういうの世界を見たかったと。でその時に会った先生が75歳だったんです。その時でね、その時に75歳だった。それで75歳で、でもまあ感想としては、本当にこういう人いるんだと。もう普通のおじいさんやったんですよ。急に立ったり座ったりすると膝がダメだし、もうすごいのはそんな体が強い先生じゃなかったんです。部屋の温度差の激しい部屋ところから部屋を移ったら立ちくらみ起こすような先生やった。そう、文化系で、しかもクラシックギターとか弾けましたからね。でその先生に、実際そういう人がいるんだと思って、やっぱりこうなりたいなと思って、その始めたのがきっかけで、それでもその時のね、やっぱり教わった時に、人の体ってこうなるんだとかね、それとか今までこうし知識として持ってたものを実際の体でやってみると、昔の人ってすごかったんだなと思えることっていうのがたくさん出てきたんですよね。それでそれを今自分がどうも道場でいろんな人に広めたいなと思ってやっています。でその先生、もうちょっと先生の話をする、残り時間とかわからへんけど、先生がねすごい面白かったんですよ。こうなんかもうちょっとカレーだカレーだっていうかみたいな感じで、で割と感覚的なんです、言葉が親切なんですけど感覚的なんです。で柿本さんと、こう柔らかい力の中に、こう柔らかい力の中に一つ小さく強いカッっていう、こういう肩がある、柔らかさの中のカッっていう構えがある、わかるかなとか、ね、はあですよね。ほんでじゃあとかで、柿本さん構えてみて、違う、それはグイって感じがする。でそのグイがかかるのに大体30分ぐらいずっと、30分ぐらいずっと、ちょっと違うな、違うんだよなとか言いながら、それが勝ってて、で、だったら、それだよ、わかりましたとかで、でしばらくそれでずっとこうやっててっていうのが、毎行くたびにそんな感じ、こう、じゃ上にこうあと上がるつもりなんだけど、気持ちは下に下がっていくつもり、下がるように上がってください。は？今はわかるんです。なんとなくわかるんです。は？とか言って、例えば昔演歌歌手の人が CM とかね、ロウソクでね、炎、はいはいはい、そこまで歌うんだけどロウソク炎が揺れない。あれは出してるようで中に吸い込んでいてという、その中間のところでこの辺からがっていう感じだったんですよ。でなんとなくその元中から理解するのは諦めた、ただ先生そう言ってんだから、そういう気分でやろうと、そっち側にだんだんシフトしていった、でほんだらなんとなくちょっとずつ分かってきて、なるほど、分かってきたかどうか分からへんけど、割合そのダメ出しの時間までが早くなった。ダメ出しから稽古の時間って全部で何分ぐらいあるんですか？1回で2時間ぐらいですか、ね、2時間ぐらいで、本当は何人かいたんですけど、一時期、ね、僕と先生だけやったんですよ。ほんで行って構え方だけで半分ぐらい終わってもらうとかっていうことがあって、しかも、先生ちょうどね、うち座稽古があるんですよ。座稽古っていうのは正座しての稽古と立っての稽古があって、先生すごい正座の稽古に時間割くんですよ。しびれてくるんですよ。しびれてくるのを、先生すいません、ちょっともうそろそろ限界なんですっていうタイミングを測るんですけど、
手といえばね、絶妙なタイミングであの話題が変わるわけ。それ絶対もう先生分かってますよ。分かってるかもしれない。多分それで、で途中でから先生すいません、足がもう限界ですっていうふうになった。あ、悪かったって言ってそんな感じでずっと、いや、でもうものすごい気になるんですけど、うん、その75歳の先生はめっちゃ強かったんです。あのね、強っ、だって枯れ枝のようなって言うて、でそんな人から技習っててほんまに強いんかって思うじゃないですか。思います、思います、うん、思いますよね、うん、あのね、技自体はね、確かに設定が決まってるんですよ、うん、でなので例えば掴んでその後技をかける、うん、でってところがね、例えば上手な上級者の人でも、うん、例えばちょっとした隙があって、これ2分前で、はい、本気でいったら殴り返せるなとかいうのが、うん、ちょっと言うたら悪いけどあったんですよ、うんうんうん、そうだけど、まあ一応技は習ってる立場やから、そんな、うんうん、先生だけ違ってて、うん、ギリギリ殴れないところにおるんですよ。あ、これ知ってる人や、おー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 、うん、はい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 、もうちょっと遠かったら諦める、うん、もうちょっと近かったら打つ、うん、ちょうど間ぐらい、はあ、毎回それやねん。じゃあもうそれ完璧に、うん、そこに行ってはるんですよ。そこの年を取ってはるんですよね。そうそうそう、で後で聞いて分かったのが、うん、今日は四天王寺の警備に何十年か経ってたらしい、はいはいはい、あの立ってて、で全然その時は武道とか聞いてない、ね、あのね、ご存知ない方多いと思うんですけど、四天王寺さんっていうのは、まあ、コロナがあったんで一回門閉じたりとかしたことあるんですけど、四天王寺さんは24時間門閉じないお寺なんですよ。だからいろんなところからいろんな人があの本当に好きなように入れる、不審者を入れない、うん、不審者のところが割とそんなにやっつけれないから、うん、みんな軽犯罪になって、1分前軽犯罪になって出てきたらまた帰ってきちゃうんですって。帰ってきたらこっち側は四天王寺の前から動けないので、あのそうすると先生曰くね、すごいさ、ちょっとハイカラーなとこあってね、例えて言えばね、歌であったよね、ガーンの切り合い飛ばし合いっていうのがあったよね、あんな感じになってくる。横浜銀杯ですか78歳にして横浜銀杯歌うわけね。そうそうそう、うん、それだから30分前です、うん、つまりそういうような空気まで全部、うん、あの持ってたので、なんかその雰囲気をあのやっぱり年を取ってああいうふうに なったらいいなと思って、年を取ってもかっこいい人たちをたくさん育てていけたらなっていうのが、うん、あの私の、まあ、あと20年くらいしたら華麗になるそうです。なんか咲くかもしれないんで、なんかいろいろ、はいはい、まあ、こんな感じですかね。はい。はい、はい、はい、終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや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 、はい、会ってみたいですよね。まあでも亡くなられちゃってるんですよね。93歳で亡くなりました。でも93歳までね、お元気でいらっしゃってるのすごいですよね。やっぱり武道をされてると、まあまあその見た目がね、そのあれやとか膝がどうやとかってのあるにしてもね、やっぱあの基本的に体のどこかは本当にやっぱ強くできてるというか、そうなんでしょうね。呼吸が、まあそれこそ今ね、あのなんたらの呼吸とかなんかすごい話題になってますけど、でも確かにあの呼吸が整ってないと正しい技かけられないですもんね。本当にそうですね。はい、はい、ということで、柿本さんの、八甲流木桂塾、の、柿本正さんですけども、はい、はい、プレゼンしていただきました、はい、さてでは、この、ね、企画は必ず判定をしないといけないので怖いです、はい、はい、ありは、まあ、皆さんこうやってね小さい丸を出すんですけども、なしはこうですね、なしになったらどうする？これなしになったら床にポン入って俺バーン落ちるから。いや、ごめんなさい、ごめんなさい、そこまで予算ないです。ああ、そうか、そこまで予算ないです。そこまでなかったか。はい、はい、では、判定いきたいと思います。はい、それでは、この企画ありかなしか。はい、せーの、おお、3つ出ました。はい、ああ、はい、よかったです。ありがとうございます。よかったです。もうほとんどあのこのあれです、師匠にあの、丸もらったみたいな感じですね。はい、そうですね。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、まああの天満橋のね駅、降りてですね、天満橋渡って北側ですね、ちょっと歩いて行ったところにあるビルの、4階でね、はい、道場されてますんで、はい、またあのこの辺出てると思いますけども、はい、またぜひ皆さん、興味あったら、枯れ枝になってるかどうか確認してみてください。はい、はいはい、お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、であのせっかくなんでね、あの、まあ、エンディングまでいていただいたので、はい、ありがとうございます。よかったら後ろの方に、はいはいはい、じゃあ、行きましょうか。はい、はい、あゆさん、はい、マテリアルのあゆさんです。はい、はい、おはようございます。おはようございます。見えました。おはようございます、はいはいはい、今日もマテリアルの、はい、お知らせになってまいりました、はい、店舗のお知らせですね、はいはい、11月30日月曜日が、プチラッシュプチファイトがございます、はい、プチラッシュは走るイベントです。18時頃から着替えていただいて準備してもらって、はい、18時50分スタートいたします、はい、走ります。大阪城のあたりを走ってから、帰ってきたら着替えを済ませて、はい、テレビゲームイベントになっております、はい、プチファイトですね。ファイト、プチファイトはまたあれですか、またバイオハザードですやっとね、クリアできたんですよ、前半がめちゃ嬉しそうやね、めちゃ嬉しそうやしてもらったんですけどね。ああ、そうなんですはい、ね、してもらったんですけど、うん、はい、はいはい、あの後半戦に突入しておりますので、はい、ぜひぜひ、はい、はい、お越しください。興味ある方一緒にゲームしましょう、はい、走りましょうってことで、次が12月の4日金曜日がいつか見た映画の回がございます。おお、はい、さあ今度は今度はニューヨーク東八番街の奇跡を、はい、語り合いたいと思っております。はいはいはい、はい、いや、いい名作ですよね、あれね、はい、スピルバーグですね。スピルバーグですね、はい、はい、語り合います、はい、参加費が1000円プラスドリワンドリンク以上のオーダー制となっております、はい、いつものようにお時間19時スタートとなっておりますので、ぜひぜひお越しください。はい、で12月に入りまして、メリークリスマス&ハッピーニューイヤー&マテリアル2周年5 days ということで見事になんか和製英語やな、もうな、はい、12月23日水曜日から27日日曜日まで5 days でイベントがございますので、ぜひぜひ、はい、スケジュールとかはまたね、はい、ホームページの方を見ていただいたらいいかなと思っております。ここ出すともう大変なことになるんだ。はい、またまた見てください、はい、はい、じゃあ今日はこの辺りで終わります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、なんかこの辺で終わっといたのかみたいな感じだけどね。はい、では高橋さん、はい、はい、おはようございます。なんか今日なんやろ、なんか今日なんか不思議な空気やろ。なんでやろ、柿本さんのせいかやっぱり。はい、知らないこういうのもございますけども、はい、はい、柿本さんがね、和風だったので今日は火星の話をしましょう。おお、うん、実は、はい、今日はね、はい、1本目、はい、ね、トータルリコールです。来ましたよ、はい、来ましたよ。アメリカで映画でございますか、はい、今回、昨日からですね、11月2日金曜日から公開30周年 4K デジタルリマスターでまた、はい、全国18巻で上映が始まりました。はい、皆さんね、ご存知のね、作品なんでね、シュワちゃんが、まあ、まあ、これでも有名になりましたよね。そうですね。はい、これ監督がポール・ハーボーメンと言いまして、はい、以前、はい、この番組にもご紹介しました、はい、透明人間ね、インビジブルとか作りまして、はい、まあ、それまでに、まあ、ローブコップとかもありますし、で、氷の美少ね、ありまして、でも最近はね、もう一つの多くて2016年に L というね、はいはいはい、あんまり大作じゃない映画をね、はい、公開しました。私は見ましたけどね、はい、はい、そんな感じです。まあ主演はシュワルツェネッガーさんで、もう今年のそこは73歳ですね。シュワちゃんもね、もうすごいっすよね。でもまあこれはまあそのシュワちゃんの代表作ターミネーターコマンドプレデターバトルナイナーでトータルリコールですね。そうですね、と思います、はいはい、でこの作品はまあ2012年にデンワイズマン監督がリメイクしましたけど、はい、多分皆さんご存じないと思いますね、はい、失敗作です。また言ってしまいましたね。言ってる言ってる、はいはい、これは違います。これは、はい、これは素晴らしかったですね、はいはい、でまあ、ます今日、はい、今日がシャロンストーンで、はいはい、今シャロンストーンそれだからもうすごい僕覚えてるのは、はい、CM でそう、なんか鼻からこの赤い玉ビュー出すんで、ね、ほんであと顔がねそうそうガーッと崩れていく、そう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 、あれがすごかったです。まあ単にまずその火星にね暮らしたいという思いがあるときに、うん、はい、その記憶を売ります、あの、うん、原作記憶を売りますなんですけど、記憶をね、そうなくし、あの入れ替えられるっていうので、はい、そういう話ですね。はい、ね、はい、ね、だからあとリコール者にね、はい、っていうのでトータルリコールでございます。はい、シャロンストーンは、シャロンストーンはこの映画出たので、コールのビジョンにも。なるほどなるほど、ポール・バーホール、はい、はい、で前にまたこの番組でね、はい、あの失敗作やってみたね、シュワちゃんのラストアクションヒーローにも出てるっていうね、はい、はい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 、いろいろ繋がってるんですね。でまたこの実はこういうの美少2点もあったんです。これまた失敗作、それ知らんかった、失敗作でございます、はい、はい、はい、
や失敗作祭りですけど、これは失敗作じゃない。失敗というのは、ごめんなさい、今度は悪かったです、はいはい、映画はいいんですけども、はい、成績として失敗。あ、成績ね、はい、一緒のことです。そうそうそう、はい、あの行動成績がよくない。だから恋の美少2なんかは、はい、天禄有楽座でしかしなかった、はい、皆さんご存じないということでございますね、はい、有楽座にはいけへんな、はい、またやっては、はい、見てください。はい、じゃあほな、火星、はい、方眼法つながりですね、はいはい、でもこれももしかしたら、はい、三池崇史監督のあーっていうね、あーっていう作品でございますけどね、はい、これまあなんか漫画ですかね、はい、そうです、ですね、あのコミックですね、コミックね、さすがユウさんっていうのがね、はい、なんか作ってあるんですけど、その中のなんか、一つのエピソードで、あのヤンマガやったっけ、ヤンチャンやったっけ、そうですね、で火星に行って、はい、そのあのゴキこの裏面のゴキブリみたいなのを退治にしに行くっていうね、15人のねあれなんですけど、我々ね以上出てて、伊藤英明さんとかね、主演がね、恵美さんも出てまして、はい、で私の嫌いな人がね死ぬんでね嬉しかったです。誰誰かな、あ、ね、あ、伊藤英明さんが、山高恵美、山ピー、山田孝之、健吾、杉菊池凛子、加藤雅也、小池栄子、はい、篠田真理子、いろいろおりますけどね、今言った中でね、はい、嫌いな人がね死ぬからね、はい、それが好きだよ、はい、ヤマピーですね、ヤマピーですかね、どうかしますでも、でもまあ、三池さんもね、いろんな映画で作りますからね、はいはい、そうですね、もう漫画原作意外とありますからね、そうですね、また来年ね、なぜかは知らないけど、はいはいはい、妖怪大戦争、ね、やりますね、やりますね、どうしたんでしょうね、ね、皆さん前作も、いや、違うんですよ、三池、はい、監督 の、はい、あの主義があって、はい、あのお願いされたら断らな い、あー、なるほどね、はい、じゃあこれも、うん、断らなかった、多分そういうことですよ、はい、はい、なあ、まあね、まあ、はい、皆さん何でもだから、はい、あのいいやつもあるのはあるんですけどね、はいはいはい、ね、はい、微妙な言い方をこれはどっちなんですかね、まあ、まだまだ、まあ、あのなぜあのすいません、僕あの八尾の大先輩なんで、あ、そうです、はい、そうです、はい、八尾市出身なんです、三池、それをそれを言わせてました、はい、そうです、それで引っ張ってくれたんで、私と同郷なんですね、あ、まあね、まあ、それだけで見ていただいて、はい、まあ、はるかに頭は向こうの方がいいですけど、はい、でもこれは八尾の話じゃなくて風の話なんで、見ていただきたいと思います。で、今日忘れましたけど、実は私、あのザスーラっていうね映画がありまして、ザスーラ、はい、その火星の映画なんですけど、はい、あ、はい、それはマルケ特典で火星もらったんです、うん、火星には私土地を持ってます、あー、はい、なんかあの土地 の、 なんかの、はい、権利書みたいな、はい、皆さん火星行くときは、はい、私の土地を使っていただきたいと思います。はい、映画とか見てください。そのうち難しいな、どう締めたらいいの、はい、今日もほんなら×でした。はい、ということで、はい、エンディングでございます、はいはい、今日もなかなかこう楽しかったというか、そうですね、盛り上がってましたね、はい、はい、はい、いやもうなんか僕も体のように早くなりたいな、ね、なんかね、あの水含んでどんどんふやけてるみたいな感じになってるんで、はい、あ、体になってるなっていうか、そんな感じの先生やったんですか、それ先生の真似、ま、先生そんな感じ、こんな感じ、こんな感じあの93歳で亡くなる、はい、93歳で亡くなった先生バカにしてますよ。嘘嘘、そんなことない、そんなこと、はい、ということで、まあ、あの今日も、ワイワイと、楽しくさせていただいたんですけど、まあ、どん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 この、ね、企画の、ね、挑戦者募集してますので、はい、はい、ぜひぜひ、挑戦を、あなたの挑戦をです、ね、お待ちしてますので、何も問いません、そうです、はい、あの本当に歌いに来てもらって全然構わない、はい、はい、歌手が自分の持ち歌を歌いに来る、なんやもうここでなんか10分間の寸劇やる、何でもいいですよね。何でもいいです、ね、もう、はい、やりたい方はやってもらって構いませんので、はい、ぜひ、お越しいただきたいと思います。はい、はい、それでは今回はこれで終わりたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。